栄養価が高いのにカロリーが低い健康食料である大豆。醤油や味噌、納豆や豆腐などの原料になることから、古くから日本人の食生活には欠かせない存在となっています。小田原市民の皆さんの活動を紹介する市民力130回目となる今回は、休耕地などを使って大豆を栽培し手作り味噌を作る活動を続けている大豆の会をご紹介します。足柄地域にさまざまな循環を作りたいとの思いから、地場、旬、自給を掲げて1993年に設立された足柄農の会。その中から2003年には味噌の会の活動がスタート。2006年からは大豆の会として、大豆の種をまくところから始める手前味噌作りを行っています。母体は足柄農の会っていうのが母体で、その中に、私たちの大豆の会があったり、田んぼの会があったり、お茶の会があったり、また生産者もいたりして、そういう形で、まあ、下の組織というかの一つですね。実際に私発足からいたわけではないんですけれども、最初は大豆は購入してそれで味噌を作るというのが最初だったそうです。10年以上前ですかね、できたのは。最初は味噌作りをやってたわけですよ。それで味噌作ってるうちに、やっぱり買った大豆じゃなくて自分たちの大豆で作ろうっていう話になって、まあ自給だから大豆から作んなきゃダメだっていうんで作り始めた。大豆の会の活動は6月下旬から7月上旬の畑を耕すことから始まります。種をまき、花が咲き、草取り、水まきなどを経て、例年は11月の霜が降りる前に収穫を終えます。当初11月の終わりぐらいだったんですけど、だんだんやっぱり気候のせいか暖かいから、ずれ込んで、今年は12月に収穫になったんですけれども、それでもまだ早いくらいで、それで収穫脱粒した後に選別をします。それが12月終わりぐらいまで、そして最後はメインの1月に麹を作ってから、味噌の仕込みという、そういうふうな年間スケジュールです。大豆の会が育てているのは、千葉県の代表的な在来の固有種である小糸在来。甘みが強く上品な味わいが特徴の品種です。この日収穫したのは小田原市久野の2カ所。有機栽培で大豆作りに取り組んでいる例は少なく、気象条件や土壌条件など試行錯誤を重ねています。今まで何箇所かこう転々としてきまして大豆作ってますけども、実はこの畑が今年初めてなんですね。本当は3箇所でやったんですけども、まあ、ABC とすると、で1箇所が発芽が全然できなかったんで、結局2箇所で畑使ってやってます。だいたいこの場所が8生ぐらいで、もう一箇所が4生ぐらいなんで、だいたい1旦2生ぐらい今年は使ってます。例年150キロぐらいを作りたいんですが、例年そのぐらいでしたが、まあ、去年ぐらいからちょっと落ち込んでまして、だいたい100キロまではちょっと今年もいかないような、感じです。収量がどこも少ないんだよね。僕らだけじゃなくて、大豆やってる人は、それも天候のせいもある。しょうがないんだよね。まだこの天候をつかみきってない。大豆はね、播州の時期がとても大きく影響するんですよ、栽培に。それが播州が適期にまかれてない。ところが適期が分かんないというか、こう気候があまりに揺れるから。今年の夏なんかすごい晴天続きだったでしょ。暑くて。そういう年には一体いつぐらいに播種すればいいかとかって、まあ当然あんだけど、後になってみりゃ天候がこうなるってあるけど、まいた頃は分かんないから、まあそこらが大豆はね、とても難しい作物の一つ。こういう有機で作るとね、農薬とか化学肥料使わないで作ろうとすると大豆は難しい。
大豆の会の会員数はおよそ50人。その年によって味噌を作らないメンバーもいるため、毎回25人ほどができる範囲で作業に参加しています。今回作業で2回目の参加なんですけど、なかなか面白いことやってるなと。最終的には味噌作りをちょっと初めてでやってみたいなというところで、この会に参加をさせてもらって、楽しんでおります。今年で3年か4年になると思いますけど、自分の労力で安くて美味しいお味噌が作れて、とってもいいことだと思っています。売ってるものじゃなくて、菌の生きている無添加のものを無農薬で作れるということで、味噌醤油、楽しみにしてきました。結局ね、自分で味噌を作っちゃうと、買った味噌食べられないんです。味噌の会で作っててもみんな味違うんですよ。で、自分のがベストっていうことで、それで今年味噌を仕込むときに去年の味噌を少し入れるんですよ。そう、我が家の味になるわけですよ。自分の作ったお米で麹を作るでしょ。それで自分たちの作った大豆でしょ。で、天日塩を買ってきて、だからコツは何もないけど、あまりにも純粋なものをちゃんとやってるから美味しいものにならざるを得ないみたいな、私のそれは感想ですけど。自分好みにできる配分も自分で、例えば塩も減らしたりとか、逆に麹を増やすと本当に甘くなったりとか、または麦でやるとか、前に行った人で灰を入れてちょっと黒くしたりとか、もうそれぞれ凝ったことができるという、それは魅力的ですね。2006年に足柄農の会の田んぼの会の田んぼのうち、管理者を失い対応に困った田んぼが出たことをきっかけに大豆作りが始まったというこの大豆の会。今年もこの日収穫した大豆を持ち寄り、1月下旬に味噌作りを行います。欲しい時に欲しいものがいつでも手に入る便利な時代の中、食べる側が作る側の現実を知ることができる貴重なプロジェクトとして、農業の厳しさや魅力、食の大切さ、感謝の心などを次世代へと伝えています。農薬とか化学肥料使わないで作りたいし、作れないはずはないと。下でやってた時は有機栽培だけど普通の農家より収量多かった。神奈川県の平均体160キロぐらいなのかな。それよりも200いくつまで行ってて、普通の農家よりよく取れた。だから有機だからダメっていうんじゃなくて、有機でもその状況を把握してちゃんと作ればもっと取れる。普通の栽培よりも手はかかるけどね。なんとかこの久野の方でもできるように、したい。大豆の会では随時会員を募集しています。足柄農の会で月に1回発行している通信や Facebook などでも情報を発信していますので、詳しくはそちらをご覧ください。休耕地を使って土に触れながら大豆を育て、豊作を祝い、仲間と一緒に味噌を仕込む、自然の中での農作業を通じて癒されるとともに触れ合いの輪を広げてみてはいかがでしょうか。私たちは小田原久野で大豆を作って、その大豆を使って、お豆腐を作ってもらったり、味噌や醤油を作ってます。もし興味がある人がおりましたら連絡待ってます。ぜひ一緒にやりましょう。